ヒラ仕様、ジャニー北川さんとの絆を感じた瞬間、キングプリンスのヒラ仕様が、ジャニー北川さんとの深い絆を再び見せつけました。2月4日のキングプリンスル。日本テレビ系で、平野は外国人取材を通じてエチオピアの得意な文化に触れ、その中で幻想的なエピソードが繰り広げられました。この瞬間が、彼とジャニーさんの絆を感じさせるものであり、 ファンたちは感動の涙を流したのです。異文化体験と13ヶ月目の驚き。平野紫様は番組でアフリカのエチオピアからやってきた男性を取材しました。外国人に対する好奇心旺盛な平野が他の国や文化との違いを感じることはありますかと質問すると男性はエチオピアは13ヶ月あると答えました。これに対して平野は驚きの表情を見せ。え、おいおい。 と近くの高橋海人に駆け寄ります。平野は興奮冷めやらぬ様子で、13ヶ月目、見つかった、と叫び、高橋も、マジで、と驚く場面が繰り広げられました。ジャニーさんとの縁、幻の13月を求めて、平野と高橋が、俺らずっと探してた、13ヶ月目を探して生きてきたと語る背景には、2019年に多解したジャニーさんが手掛けたミュージカル作品、ジョニー、S ワールドがあります。 この舞台で平野と高橋は、幻の13月を求める役を演じ、その体験が偶然にもエチオピアの文化とリンクしてしまったのです。平野は番組で、うわぁ、ジャニーさん生きてたら教えてあげたかったなぁ、とジャニーさんへの感謝の気持ちを口にしました。ファンの感動、を、ジャニーさんへの思い。この一幕には、ジャニーさんが舞台で掲げたテーマとエチオピアの文化が奇跡的に交わり、 平野がジャニーさんに教えてあげたかったという思いが感じられます。ファンからは、そんなこと言われたらこっちまで泣けてきっちゃうよ。なんか泣きました。とっさに出てきた言葉。それだけ紫輝くんの中では、ジャニーさんの存在が大きかったんですね。ジャニーさんに届いてるよ。きっとといった感動の声が殺到しています。平野がジャニーさんに対して抱く深い尊敬と感謝の念が、ファンたちの心にも強く響いた瞬間でした。 ジャニーさんとの遺作、音楽の日での思い出。平野紫耀は以前、ジャニーさんが亡くなった際に行われた生放送、音楽の日で、感動的なエピソードを残しています。デビュー曲、シンデレラガールを歌唱する際、本来の歌詞をアドリブで変更しました。歌詞部分を、長い階段駆け上がって、人並みに消えるから、長い階段駆け上がって、見守っていてね、に変更し、そのシーンを後に、 長い階段を天国に見立てて、僕らのことをいつも見守っていてねっていう意味でああしました。事前に大人に相談しようかなと思ったんですけど、やっちゃったもん勝ちだなと思ってと説明しました。このエピソードも平夜がジャニーさんに対する深い敬意と絆を示すものであり、ファンたちはその姿に感動しました。将来への展望、ジャニーさんの思いを胸に、平野仕様は5月以降、キングプリンスを脱退し、 海外進出に挑戦すると噂されています。これはジャニーさんとの約束を果たすための新たな一歩であり、ファンは彼がジャニーさんの思いを胸に、世界に向けて羽ばたく姿を見守っています。ジャニーさんが気づいた道を進み、新たな可能性を切り開く平野の姿勢に、多くのファンが期待と応援の声を送っています。平野紫耀がエチオピアの文化との出会いを通じて、ジャニー北川さんとの絆を再確認した瞬間は、 彼のキャリアにおいて重要な節目となりました。ジャニーさんとの共演や舞台を通じて培った深い絆が平野の心に今も息づいていることが感じられる瞬間でした。これからも平野仕様の新たな一歩がファンたちに感動と希望を与えることでしょう。ジャニーさんの教えとともに彼の未来に期待が膨らんでいます。